紀元前5世紀後半都市国家アテネの指導者ペリクレスは18歳以上の男性市民による民会で物事を決める民主政治を実現したアテネ民主制の前世紀を象徴する政治家と位置づけられ演説の名手としても知られるこの優れた為政者は自身が貴族主義的だとか 独裁を狙っているなどと思われないよう不信していたという高大の著述家アイリアノスによれば民会に出席する際は常に民衆の勘に触りそうなことや嫌なやつだと思われたりする内容が口から出ないよう神に祈っていたこちらの二人も国民の反応を強く意識して言葉を発したはずだ アメリカ大統領選に向けたテレビ討論会で直接対決した民主党のハリス副大統領と共和党のトランプ前大統領であるハリス氏は初めての舞台だったが終始落ち着いた口調と態度に陣営の入念な準備がうかがえた一方独裁者になろうとしている 民主主義に対して最悪の攻撃を仕掛けたと軟じられた前大統領は少々熱くなったよう不法移民が住人のペットを食べているとの陳説を交え現政権批判をまくしたてた威勢の良さは焦りを隠す虚勢にも映ったが有権者はどう見たか。